ムスリム文ハジャージュは、旧世紀イランのハリース学者。スンナ派の六大ハディース州のうち、最も権威があるとされる二つの、新生州のうち一章を表した。ペルシア人。特に、イランでは、モスレムニーシャープーリーともいい、信者からは、イマームムスリムと呼ばれる。なお、ムスリムは名前である。アラビア語で、 ソンゴーや、フソの名前も合わせた名前は、アブル・フサイン・アサー・キル・ティーン・ムスリム・ブヌル・ハジャージュ、ブンワルド・ブン・カウシャー・ズル・クシャイリー、アンナイサー・ブーリーという。ムスリム・ブン・ハジャージュは、アッバース・朝時代のホラー・サー・アン・属州の町、ニーシャー・プールに生まれた。生まれた年については、諸説あり、ヒジュラ歴202年説、204年説、206年説がある。 ムスリムの生まれた年やその日付等の情報について、14世紀のシャーフィー学派の歴史家、ザハビーは、ムスリム文ハジャージュはヒジラ歴204年に生まれたと言われているけれども、私は彼がもっと前に生まれていると思うと述べている。13世紀のイブンハッディカーンは、どんな巧妙なハディース伝承学者の文献にあたっても、確信を持てなかったという。 イブン・ハッリカーンが調べたところによると、11世紀のニーシャープールの学者イブン・バイイは、キータブ、ウラマー・アル・アンサーという著書の中で、ムスリム文・ハジャー順がヒジュラ歴261年、ラジャブ月25日に55歳で亡くなり、ニーシャープール郊外のナーサラーバードに埋葬されたと書いていたとされる。13世紀ディマシュクの学者イブン・サラーフは、これに基づいて、 ムスリムの少年をヒジュラ歴206年と計算し、実著の中でそのように書いたとされる。イブンハッリカーンはこれらを踏まえて、ムスリム文ハッチャー中ュの少年をヒジュラ歴200年以後の生まれではあるだろうとした。ニスバのクシャイリーは、ムスリムがアラブのバヌークシャイル部族の一員であることを表示する。そのため、ムスリムの不兄先祖の一人が、 イスラーム教徒の帝国が大きく拡大した、聖党カリフ時代に、アラブが新しく征服した、ペルシアの地にやってきた、クシャイル部族の移住者であるという解釈もある。しかしながら、ムスリム文ハッジャージュは、アラブ系ではない。彼はマワーリー、すなわち異教からイスラームに回収した人々の一人であった。ムスリム文ハッジャージュの父兄先祖は、クシャイル部族の有力者に仕えた奴隷であり、 解放されるとともにイスラームを受容した人物であろう。なお、ムスリムは、クシャイル部族にわらあ、すなわち協力したため、クシャイリーとあだなされたというサムアーニーの説もある。ムスリムブンハッチャージュは若い頃、ヒジャーズ地方、エジプト、シャーム地方を旅して回り、故郷のニーシャープールに戻ってきた。そこで、生涯の友となるブハーリーに出会った。ムスリム文ハッチャージュが、 直接ハディースを伝え聞いた主としては、特に、ハルマラブン・ヤフヤー、サイードブン・マンスール、アブデゥラブン・マスラマ・カーナビー、ズハリー、ブハリー、イブン・マイイン、ヤフヤー、ブン・ヤフヤー・ニーシャーブー・リー・タミー・ミーの名前が挙げられる。弟子としては、ティルミズ・イー、イブン・アビー・ハー・ティム・ラー・アー・ジー、イブン・フザイマなどがおり、いずれもハディースに仲介した。年頃に刊行されたものの表紙以下の、 文献の著者が、ムスリム文ハッチャージュに返せられている。サヒーフムスリムを含むリストの上4文献を除いて、残りは伝存していない。ほとんどが、ハディース学と伝承経路に関する著作である。ムスリム文ハッチャージュが交換にルフスハディスを、精戦し、真願を見極めて編纂した、サヒーフムスリムは、特にスナハにおいて、 クルアーンに次ぐ権威の二大神聖衆の一書、という位置づけが定着している。ところが、そのようにみなされるに至った経緯については、あまりよく研究されていなかったところ、ブラウンは少なくとも次のような聖天化の過程があったことを明らかにした。ムスリム分ハジャージュの仕事の価値に最初に気づいたのは、スンナ派の裏マー、イスハーク分ラーフアイヒである。イスハークの同時大臣。 アブーズル・ア・ラーズィーなどは当初これを認めず、ムスリムが自分でも、神聖と認めたハディースをたくさん取り除いてしまった、不良とみなされた伝承者が伝えるハディースを入れてしまったなどと非難した。後に、イブン・アビー・ハーティム・ラーズィーは、ムスリムブンハッチャージュが信頼に値し、ハディースに関する大学者の一人であるとして称賛した。しかし、イブン・アビー・ハーティムは、アブーズルア・アや、 自身の父親アブー・ハーティムに対しても、これに負けず劣らず最大級の賞賛を送っている。なお、イブン・ナディームの、ムスリム文・ハジャージュに対する評価は、イブン・アビー・ハーティムに基づいている。その後、ムスリムの申請集の評価は、スンナ・ハムスリムの間で徐々に高まっていき、ブハーリーの申請集に次いで権威のあるハディース集で、あるとみなされるようになった。 サヒーフムスリムに収録されたハディースの総数は数え方によって異なるが3033個から12000個のハディースが収められている。そのうち2000個ほどがサヒーフブハーディにも収録されている。ありがとうございます。